みなさんこんにちはエフォートレスジャパニーズのトモエですお元気ですか、えー、今日はミニストーリーしかもすごく短いミニストーリーを一緒に勉強しましょう、えー、招き猫招き猫ってご存知ですか招き猫、えー、私はこれ招き猫の貯金箱 思っています。こうお金をここから入れるんですね。そしてお金を貯めます。ええー、招き猫のストーリーです。ええー、招き猫がいます。招き猫は右手を上げていますか。それとも。左手を上げていますか、えー。皆さん見ましたか。招き猫は。 どちらの手を上げていましたか。右手ですね。招き猫は。右の手を上げています。上げています。招き猫は。右の手を上げています。招き猫は右の手を上げて。 お金を招いています。お金をこいおいでおいでと言っています。では今のストーリーを使って質問をします。招き猫がいますか。招き猫がいますか。答えは何ですか。 答えは、招き猫がいます。招き猫がいます。招き犬ですか招き犬ですかいいえ、招き猫です。招き犬ではありません。招き猫は、 右の手を上げていましたか。招き猫は右の手を上げていましたか。はい。招き猫は右の手を上げていました。招き猫は左の手を上げていましたか。招き猫は。 左の手をあげていましたかいいえ、招き猫は右の手をあげていました。招き猫は左の手をあげていません。招き猫は何色でしたか 招き猫は何色でしたか招き猫は白。白色です。招き色は白。招き猫は白色です。招き猫は白色をしています。この招き猫は 貯金箱ですか貯金箱というのはお金を入れるもののことです。この招き猫は貯金箱ですかこの招き猫は貯金箱ですかはい、この招き猫は貯金箱です。 皆さん、楽しんでいただけましたか招き猫、貯金箱、右の手をあげる。ではまたエフォートレスジャパニーズのレッスンでお会いしましょう。さようなら。